県消防学校で入校式が行われ、61人の新人消防士が誓いを新たにしました。金沢市の県消防学校で行われた入校式には、県内各地の消防本部に採用された18歳から25歳の61人が出席しました。式では入校生を代表して金沢市消防局の上野海さんが、心身の鍛錬と知識・技能の習得に励み、住民の信頼を得ることを目標に努力しますと宣誓しました。人を助けることが好きなので、何か活かせる仕事がないかと思い消防士を選択しました。不安ばっかりなんですけど、61人全員で無事半年後卒業できるように、頑張っていきたいと思います。男性が多い中で、女性、私含め女性4人という立場でありますが、一生懸命切磋琢磨して頑張っていきたいと、優しい声を生かして市民に寄り添えるような消防士になりたいと思っております。入校生はこれから半年間、消防学校で寮生活をしながら放水訓練や消防法などを学んだ後、それぞれの消防本部で消防士としての活動をスタートします。